妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。はい、法悦の日々の123ページ、123ページ、妙法比丘にご返事ですね。9月12日の牛の時にと、ね、はい、一緒に読みますね。妙法比丘にご返事にのたまわく鎌倉辰の口と申すところに9月12日の牛の時に首の座に引き据えられて総来期いかがして総来見月のごとくにおわせし者江の島より飛び入れて使いの神戸かかり総来しかば使い恐れて切らずとこうせしおどに司祭どもあまたありてその夜の首は逃れぬまた佐渡の国にてきらんとせしおどに日蓮がもうせしがごとく鎌倉に同士打ち始まりぬ使い走り下りて首を切らず結句は許されぬ鎌倉辰の口において9月12日の牛午前1時から3時の間の時に首の座に引き据えられ斬首されようとしたがどうしたことか月のような光物が猪島の肩から飛び出して使いの者の神戸に差し掛かってきたので恐れおののいて切ることができなかった。そうこうしているうちにいろいろな事情が起きてその夜首を切られることは免れた。また佐渡においても日蓮を切ろうとしていたが日蓮が予言したように鎌倉で同士打ち内乱が始まったので使者が来て首を切ってはならないということになりついに赦免となった。退席寺ではですねこの牛虎権行ということがこの行われているんですけれども、この三世の諸仏がこの全てのこの仏が浄土を遂げるこの時刻というのがこの牛虎の刻だということとこの日蓮大聖人様がこの体験したところの辰の口の法難のこの時刻ですね。でこれをですねこの日蓮大聖人がその体験をしたというか実感を得てですねこの牛虎権行ということのこの起源というか源っていうのがこの辰の口の法難の時からこの大聖人が大聖人は毎日は
人の権威はしてなかったと思うんですけども、この大事な時にはその牛虎の国にその権威をするというこのことをこのされていてですね、それで日光上人が身延を離散して退席寺を開いてからですね、この牛虎権威というものを毎日このするようにこの定着したのではないかというふうにその言われてるんですね。で、大聖人様は末法の本仏というんですけども、三世の諸仏の浄土のところは牛虎の国だというんですけど、大聖人は朝の7時ごろ亡くなってるんですよね。別に牛虎の時間に亡くなったんじゃないんですよね。だからこの時間に亡くならなかったら仏とは言わないという問題ではないんですよね。牛虎っていうのはですね、前もお話しましたけども、牛の国、昔はですね、今は12時がこの前の日と次の日のこの境目になってるんですけど、昔はですね、この牛の国と虎の国の牛虎の国がこの一日の終わりと始まりのその時間だったわけなんですよね。だから草木も眠る牛蜜時っていうことを言いますよね。もう草や木でさえもその眠りにつくその時間がその牛のこの一番最後の牛の一つ、牛の二つ、牛の三つっていうふうに、牛の刻は2時間単位でありますから、ですから45分で、このこう区切ってやるわけですよね。で、違うかごめんなさい、40分ですね、40分で、資産12で、2時間ということなんですね。だから牛蜜時っていうのは牛の最後の3つ目のこの時刻っていうことになりますよね。だからこの牛の一番その一日の終わりの一番どん詰まりですよね。でここは草木も眠るその牛蜜時だと。だから今の人間の生活は相当乱れてますよね。全然眠らないのがそのいたりしますよね。福山あたりはそうかそうじゃないか分からないんですけども、東京とか大阪とか大都会になるともう24時間その何ですか、街が何ですか、明かりが消えるということがないようなそういうこの今時代になってますよね。もちろんそういう夜中に働いてその朝お客さんが来るのに合わせてその一生懸命その作業をしている人たちもこのいて、遊んでる人ばっかりじゃないんですけども、そういうふうになってそのいますから、もう牛の刻も虎の刻も関係なしに世の中がその動いてるんですけど、昔はみんなちゃんと寝てでちゃんと起きてというふうにこの生活してたわけですよね。ですから一番牛の刻のどん詰まりの一番暗闇の深いその時間で、これは暗闇は私たちの煩悩、私たちの迷い、私たちの悪い心というものの一番深いところ、一番その何て言うんですかね、迷いの心というものの深いそのことをこの牛の刻ということで表しているわけですね。で虎の刻は今度はその暗闇の深いその凡夫がこの仏になっていく
その朝焼けに向かっていくその時間というのがその虎の刻ということなんですよね。前もお話ししましたけども、明暗去来同時、明暗去来同時というふうに言いますよね。虎のこの朝焼けっていうものがに向かっていけば、牛の暗闇はそのどん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 こう切り替わってなくなっていくということなんですよね。だから牛虎の刻っていうのは明と暗ですね、迷いと悟りですね、凡夫と仏のこの境目をこの牛虎っていうものがこの表してるんだということなんですね。でそれを日蓮大聖人様は体験的に、辰の口の法難は牛の刻にこの行われるわけですよね。真っ暗闇の中でこの松明の火を頼りにして大聖人の首をその切ろうとした。でそこに江ノ島の方角からですね、日本の地図でいうとこうやってこの日本の地図がこうやってありますけれども、江ノ島はこの南の太平洋の方 にありますから、そのところから辰の口の方角にピュッとこの火球という低い弾道でもってその地上にドーンと落ちないこの流れ星ですよね、空中で全部そのこの何て言うんですか、焼き尽くされてしまう、その火球がこの低い弾道でもってこの大聖人様の御所でに書いてある通りであれば、書いてあるこの状況であれば、このちょうど大聖人の首を切ろうと刀を振り上げた人間の頭の上をこの火球が通ったということですね。そしてまるで昼のようにこの暗闇の中で、その人知れずこの松明の光だけを頼りにして大聖人の首を切ろうとしていた、そのひっそりと隠れて行おうとしていたところの処刑がもうまるで昼間のようにその明るく照らし出されたとですね。もちろん周りに人は誰もいませんけども、もう本当に白日のもとにそのさらされるようなその情景というものがそこにその生まれたとですね。もうそこでですね、まあ、ミロブの人を中心に、ミロブのその方面を中心にして、そこでその振りかぶったところの刀がその2つ3つにバリバリと折れたっていう、その書いてあるんですけど、そんな刀がその自然に折れるっていうことはありえないわけですから、そのなんかその演劇みたいなこの世界でそういうような脚色がされてるんですけども、大聖人の御所には刀が折れたなんていうことは何も書いてないんですよね。でそういうふうにそのちょっと嘘で持ってある話もありますけれども、その白日のもとにさらされるような状況になって、そしてその前もお話ししましたけれども、この鎌倉時代の人たちっていうのはそのたたりっていうことをものすごいその恐れるわけですよね。こんな普通でないことが起こるということは、自分たちがやってることは日蓮をどうしても殺したいと思ってやってるんだけども、自分たちがやってることは恥ずかしい、そのたたりに使われるんじゃないかっていうような、そういう罪深いことを自分たちはやってるんじゃないかというふうに考えて、その処刑というものを実行するということができなくなってしまうわけですよね。でも大聖人を殺したいということですよね。表向きの罪状はサドル罪だけども、
佐渡へ連れて行く前に何としてもこの世の中から日蓮を消したいと、殺したいというふうに、その幕府はその日蓮を非常にこの憎く思ったわけなんですよね。だけど皆さん方も立正安国論をね、お意識の時に大事な後半の部分だけそのお意識の時にこの読むんですけども、立正安国論で幕府は頭へ来たわけですよね。日蓮というのはとんでもないその野郎だと、その幕府の政治に口を出すとんでもないやつだと。でそこから大将に対する憎しみっていうものが、その殺したいっていう憎しみがその大きくなっていくわけですよね。だけど立正安国論の最後のところは、何時早く信仰の寸心を改めて速やかに実情の一善に着せよと。で創価学会みたいに害毒だとか邪習だとか方々だとか地獄に落ちろとか、そんなことは何にも書いてないんですよ、立正安国論は。穏やかにこの今自分たちがやっている教え、信仰っていうものが何かっていうことを冷静に見つめて、立ち止まって自分たちの教えがどういう教えなのか、法華経がどういう教えなのかっていうことをじっくりそこに立ち止まって考えてもらいたいと。本当に南無阿弥陀仏や南無大師円照金剛や禅宗の教えで仏になれるっていう教えがそこに説かれていますか？説かれていませんよ。法華経だけが一切衆生の平等の成仏ということを説かれているんですよと。だからちょっとこのその間違った教えにそのこだわってこのしがみついている考え方っていうものをちょっとずらして、この南無法蓮華経の方がどういう教えかということを考えてくださいよっていうことしか書いてないんです。このまま行ったら地獄に落ちるぞとか、このまま行ったらお前たちはそのとんでもないその方々のなんですか、その邪習魔人でそのあるというようなことは立正安国論には何にも書いてなくて、非常にその穏やかにその自分たちの信仰を見つめ直して、そしてこの法華経の信仰がどういう教えなのかということを考えてくださいよということしか書いてないんですね。お前ら地獄に落ちるぞとか、そんなことは何も書いてないんですよね。だけども幕府はもうそこまで、その日蓮はそこまで自分たちにそういう言葉を投げかけているっていうふうに考えたわけですよね。でそういうふうになったわけですよね。そういうふうになったんですね。どうしても殺したいとですね、佐渡へ行って、たたりは怖い、佐渡へ行って佐渡の厳しい環境の中で病気になって体が衰弱してその死んでくれればそのありがたいと、もしくはその自分たちが手を下さないでその事故のような形でその日蓮がその死んでくれればありがたいというふうに考えたわけですよね。だけど自分たちが手を下したということにはそのしたくないというふうに考えたんですね。だから長野の善光寺のこの地域にその信仰しているところのですね、この人たちも日蓮というのがここを通過するそうだと、殺してしまおうやというふうにその不穏な動きっていうものがあったというんですね。それから佐渡に行っても皆さん方がご存知のように、その日蓮をその夜中その襲って殺してしまおうじゃないかということを、今度は幕府の人間がそういう計画があるということを察知して、その
お前たちそんなことしちゃいけないと。もう流刑の地でそういうふうに死んでしまったならば、幕府の役人の責任が問われると。だったならば信仰の上で、法論の上で、その日蓮をその恥ずかしめに合わせればいいじゃないかというふうに考えて、その塚原の三枚堂におけるところの塚原問答という法論がその行われたということなんですね。だからそういうふうにして日蓮をどうしても殺したいけども、その表立って殺すことができないと。だけど法論をすれば日蓮にみんな負けてしまうというようなその状況にそのなって、そしてどん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 幕府はその蒙古からの蒙古の襲来というものがこの来る、いつ来るかいつ来るかっていうようなことの中で、一生懸命その軍事費をその蒙古襲来にこの対応するためにその費やさなきゃいけないと。鎌倉の武士をこの九州に派遣しなきゃいけないわけですよね。だからものすごいお金がかかるわけですよね。ものすごいお金がかかる。でいつまでこれが続くんだろうというふうにして幕府の財政が傾いていくわけですね。だからこの日蓮がこの蒙古がいつその襲ってくるのかということを知ってるんじゃないかというふうに、その日蓮大聖人をその疑ってかかって、じゃあ日蓮に直接その幕府に来てもらってその聞こうじゃないかというふうになって、この佐渡流罪というものが日蓮を殺す、日蓮が死ぬということの結末っていうものを迎えないで、大聖人に頭を下げて蒙古がいつやってくるのかということを教えろというふうに、この大聖人にこの迫るわけですよね。ですると大聖人は法華経には南明法、法華経はいつ蒙古がやってくるかっていうその日付まで書いていませんと。だけども次回翻逆難、この幕府の中で混乱をして身内同士が殺し合っている、それが盛んに今行われていると。この次回翻逆難とその次に起こる他国侵蔽難というもの、次回翻逆難が盛んに起こっているということは、次は必ずもうすぐそこまで他国侵蔽難というものがもうそこに控えているということが言える。だから今年かまた来年のうちには必ずその他国の侵蔽難、蒙古がやってくるということが具体的に起こるでしょうということを言ったわけですね。でその通りになったということなんですよね。だからそういう意味でその大聖人には死んでもらいたいけども、殺したいけれども、だけども大聖人に聞かなければ、大聖人は蒙古のスパイでも何でもないんですけども、この日蓮は蒙古に通じているスパイじゃないかっていうところまで、その幕府の疑心暗鬼っていうものがこの発展していくわけですよね。でそういうこのその時の情景はなわけですよね。そして大聖人を赦免にしたんですけども、無罪放免じゃなくて、大聖人を赦免にしたけれども、大聖人をこの殺したいという気持ちはずっと幕府は持ってるわけですね。だから大聖人の信仰している人間に対するこの圧力ですね。そして大聖人の信仰している人間の信者狩りということはずっとその続いていくわけなんですね。だから大聖人は自分が鎌倉にとどまったならば、佐渡へ流罪される以前よりももっとひどい混乱というものが起こるだろうというふうに考えて、大聖人は弥勒の山にその入られるということなんですね。そして8年の間
大聖人は一切身延の山から降りるということをこのしなかった。降りれば必ずその幕府の監視の目というものがこの日蓮やもしくは信者さんにそのかかってくるということをこの大聖人はその考えられて、その身延の山から降りるということをこのしなかったということなんですね。だからそういうふうにして本当に法華経のこの法というものをですね、神事行事そして釈伏する愚図する者には必ず命に及ぶ災難というものが襲ってくるですね。それが本当に大聖人の生涯の中で明らかに法華経の通りそのことが行われて起こってきたということ、そのことをこの大聖人様はこの示されているわけなんですよね。話は変わるんですけれども、この間ですね、この対を大会にあつらえという論文と、それから上行菩薩の最短、不行菩薩の後を継ぐ日蓮大聖人の自覚というものはどういうものなのかということの論文の2つをですね、その皆さん方に、読んでいただければありがたいということを紹介したんですけど、その後ですね、不相伝の輩、日蓮大聖人の相伝相乗血脈とは何かという内容の論文をついこの間、3ヶ月ぐらいかかりましたけど書き上げました。それもまた芝川ウェーブというところに、上げてありますので、また読んでいただいてですね、私もまあ死ぬまでにはこの日蓮召集の信仰、日蓮大聖人の教えというものがそのどういうものなのかということを自分のこの信心の心に起こるその疑問だけはその一つでも晴らして、その死ぬまでに一つでもその晴らして死なないといけないなというふうに思っていますので、その、まあ、考え方の上で、日蓮大聖人の相伝相乗血脈というものはどういうものなのかということをですね、これもできるだけ、分かりやすく、大学の先生が書くような論文じゃなくて、私たちが普段その話をするような内容で書きましたので、読んでいただければ ありがたいし、また読んだ上で、分かんないことがありましたら尋ねていただければありがたいというふうに、思います。